はい、台湾クーヘンです。ただいまですね、3月7日、来年のですね3月7日でちょっと閉店するですね、イトーヨーカドーの前来ております。これちょっとぐるっとですね、また例のごとく散策行きたいと思います。行きましょう。まず裏からですね、ちょっとこの映像をですね、もうまた見られなくなるので、一旦これはですね、ちょっとまた収めたいと思いますんでね、ちょっと行きたいと思います。ちょっとですね、今スマホのちょっと自撮り棒がないので、とりあえずこんな感じでちょっと手で撮影してるんで、ご了承いただきたいと思います。こんな感じですね。じゃあちょっとこのまま行きましょう。こんな歴史あるところがなんか潰れちゃうと思うとがっかりですね。これまた渡りますよ。こんな感じですね。また渡ります。まずはぐるっとですね、店舗の周りを一周ちょっとしたいと思います。はい、行きましょう。よいしょ。逆光になりますけどね、まあそこはお愛嬌でちょっと見ていっていただければと思います。これイトーヨーカドーの入り口で、これはイトーヨーカドーの裏側ですね。で行きましょう。はい、行きましょう。私の場合は基本的にこっちのイトーヨーカドーじゃなくて、あの西新井のイトーヨーカドーですね、それがもうメインでちょっと使ってたんで、元木新道にあるですね、こっちはそんなに、あ、すいません、あの正直ですね、その馴染みっていうかですね、ずっと行ってたわけじゃないんで、あの思い入れがあるわけじゃないんですけども、その流通のちょっとあの会社としてはですね、もう尊敬に値する店舗になりますので、ちょっとですね、あのもうすごい、その好きになってからはもう頻繁に来るようになってます。
もう今年になっても何十回と来てると思います、多分ですね。あの動画の撮影もしてないですけども、来てます。正直ですね、たくさん来てるんですよ。知らないところで。はい、来まして。はい、ちょっと渡りましょう。こんな感じですね。はい。はい、ここですね。イトーヨーカ堂のこの渋いのが見えますね。イトーヨーカ堂の完全と真正面でございます。もうちょっと渡ったら、ちょっとまた曲がりますんですけどね。ではちょっとちょっと一回失礼しますね。一回失礼して、あ、ダメだ、もうこのままキリがねえ、キリがねえ、キリがねえ。これがイトーヨーカ堂の真正面ですね。真正面でございます。真正面の雰囲気ですね。こんな感じですね。これサムネにしたいですね。この部分サムネですね。こんな感じですね。イトーヨーカ堂、まあ一周約7分ですね。約一周7分でございました。竹の塚店のなんか何のあの建物だったんだろう。一旦これちょっと終了しますね。ありがとうございます。昭和51年の3月15日に、オープンしたって書いてありますね。45年ですね。はい、45年間のご愛顧ありがとうございました。皆様に親しまれてまいりましたイトーヨーカ堂竹の塚店は2023年3月5日日曜日をもちまして閉店させていただくことになりました。地域の皆様の長年のご愛顧に心からお礼申し上げます。閉店までの従業一同心を込めて営業してまいります。何卒よろしくお願いいたしますと店長の名前で書いてあります。はい、こんな感じです。フロアガイドこんな感じですね。このイトーヨーカ堂のこのマークですね。ここにもありますね。どっちの日付が正しいんだろう。これ階段の雰囲気ですね。ポッポですね。これちょっとフライドポテトのを買いたいと思います。まあ、こんな感じですね。頼んだのはポテトとですね、ソース焼きそばですね。あと今川焼き頼みました。大学芋の買ったんだ。これ食べ方買ったな。失敗した。はい、ではですね、いろいろ買いました。またですね、閉店まで行きたいと思います。ありがとうございました。